着いた長い駅さあ、ただ今里の方行くのにちょうど今里ライナーっていうこれですね。わあ、これちょうど今里の方にショートカットできるみたいです。これで行ってみたいなと思うんですけど。出てますね。3番乗り場、3番出口ね。あ、3番はここか。3番ね。で、今里ライナーも、大阪メトロのあれやで、これで乗れるはず、はずないけど。え、これなの？あ、そっか、何回行ってたっすか。セレッソの試合があったのか。な？試合があったのか、イベントがあったのか。めっちゃ応援やなくと思ったとか、見ましたね。いや、で、3番？あ、そこか。で、今里ライン。本数が、10分後、まあまあ、いいな。まあまあ、あれやな。よし。あ、エスカレーターがある。それ？そこか？あ、もうここなんだ、今里ライナー。走ってるわ。これが今里ライナーね。大々的に出てますけど。あ、平日は20分に1本。休日は30分に1本なんで、まあ、普通の派手ですね。うん。海南長いの方に行くやつもあるんですね。はい、行きます。これは、今里ライナーは、細かいところに止まらんと、本当に、でかいところだけどん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 入る。急行みたいな感じの運行なんですね。長いの行く前から、上地方に行けるかな。で、まあ、途中の、今里のね、ところから乗ればいいので。あ、で、普通のバスは向こうから乗れるんや。なるほどな。48分。15時48分やから、7分後に来るから、ちらっとだけ見ていこうか。ここは中井公園で、ここはあの、ヤンマースタジアムやったっけ。セレッソ大阪のとこですよね。奥がそっか。で、今日なんかイベントやってたんでしょうね。あの、応援するとき、あの、膨らまして、あの、パン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 ってするやつ持ってる子とかが結構いましたんでね。で、あ、結構、綺麗な公園じゃん。そして、ヤンマースタジアムですね。確かラグビーの試合もやりますよね、ここで。いや、ラグビーはこっちじゃねえか。で、桜コーヒーどら焼き屋さんとかもあって、こんな感じなんですね。すごいなぁ。で、そっちの方とか。なるほどなぁ。ハンバーグ専門店。いろいろあるけど、あんまりぐる、7分やからそんなにぐるっと見てる時間はないでね。まあ、こんな感じ。まあ、ゆっくりできるものがありますよ、と。今里ライナーは、後払いかな？そう、大阪シティバスって定額料金なんやけど、後払いなんですよね、確か。シバスってなんか、前の流氷降りで、先払いのイメージが強いですけど。とりあえず。奥に、奥のバス乗り場は、こっちは、どこに行くの？デッドか。あ、デッドのバスターミナルの方行くんだ。はいはいはい。来る途中になりますよね。
どこかに行った時に、あれどこの土地だったっけ、あれだ、八尾南口か、八尾南だ、あっちの方行く途中に、これ谷町線か、のとこじゃないですかね、デトイチ。あそこのにバスターマンになるとダークボタンになってね。なるほどな。この辺りは、遊業駐輪場。で、遊業ブロック。なんかロックでガチャンとするようなパターンではなくて、ステーカー貼ってあるタイプのやつですね。で、こちらは、こっちでいいわ。一般路線バス。あ、これで。17本。15時。ああ、そっか、今日、休日じゃなくて土曜日。57分。ジャンカラッコもあるよ。確かに、買い物したらもう、まあ家に帰ってから食べても大丈夫なやつしか買ってないですけどね。どうしような。なるほど。三菱の赤車、こっちが新しいの入れてんだ。昔は、あったな、三菱の赤車。EV でな、なるほどな。あ、カスうどんの店とかもあるんや。大阪らしいな。あ、それこっちはタクシーか。で、ここはなんかちょっと出道が出るの？あ、出ないか。天気もある。天気、ちょっとあれはないな。なるほどな。すごいね。確かに。こっちの方でも、もう、なかなか来ないですもんね。あ、でも、スタジアムがあって、青くもズドーンと広い公園なんだね。はぁ。あ、そんな広いんや。あ、奥そんな広いんや、ここ。これヤンマスタジアム長いの、この駅のあたりのイメージが強いけど。奥があって、奥もズドーンとあるんやね。へぇ。あ、そうなんや。じゃあ別に、そのスタジアム観戦以外でも普通に公園としても、まあ考えてみたら、御堂筋線で一本でちょろっと来れるところにこんだけ広い公園があるんやったらいいですよね。確かに天王寺までしか行かんのよな。大体カメラ持ってうろうろするときも、天王寺から半回電車に乗っちゃったりとかね、あっちの方行っちゃったりしますもんね。そう、本当は今日もね、天下試合の方とか行けたらなぁと思ったけど、ちょっとそっちはでは4のあらんかなぁ。あ、ほとんどずっとったけど、これ私立小学校なんや。へぇ、小学校なんや。すごいね。私立小学校にしてはすごい作りやね。へぇ。でも今里ライナー自体は多分、ちょっと先に、あ、今曲がってきましたね。JR の長井駅があって、そこからあれですね。そこが始発なんですよね。よし。なかなか交通量多いもんね。ここは長井公園通り。479なんや。なるほどな。あ、そこから来るんだね。そういう時は飛ばしていますもんね。おーっとっと。なかなか大変ね。なかなか大変だ。よっしゃー、乗ってこう。